はい、えー、皆さんこんにちは。こんにちは。ちはじゃあ今回は、はいえー、相続手続きカウンセラーという、えー、この新たな検定試験。はい。 えー、これのちょっと紹介のお動画ということになりますけれども、はい、ちょうど今あの行政書士試験があのちょうど終わったタイミングなんですね。どうも皆さんお疲れ様でございました、はい、お疲れ様でしたかなり、まあ、最近の試験難解になってきているというところでございまして、うん、で試験の合格発表が1月の末なんですね、はいえー、例年。 でですの試験終わって自己採点してなんとなくこう受かってるかなとかっていう受験生の方とかがじゃあ資格取った後その後どういうビジネスをやっていこうかっていうことでこれから先はですね結構皆さん悩まれたりとかご相談多かったりとかするところなので一つやっぱり行政書士の業務の中でも注目されている相続という。 業務について、えー、今日は相続手続き、えー、カウンセラー協会の代表理事をやられております米田高太郎先生に来ていただいておりますのでよろしくお願いしますよろしくお願いしますじゃ少し兄さ聞きながら、はい、あ行きたいなと思うんですけれども、うん、あの行政書士の方とかがまああの相続業務をやられるっていうことで、はい、まあよく私も相談されたりはするんですけれども、はい、実際にあの試験勉強でやるのっで いわゆる民法の相続法のところはやりますけれども,、はい、もただ多分相続法であの相続分がいくらとかなんか入り分がいくらとか、ね、そういうのはできると思うんですけど、はい、おそらく頼まれた時に実際に相続手続きお願いしますって頼まれた時に、はい、何もできないんじゃないかなと思うんですよ。うん、なるるほどねどねねうう思いますか、ね、まあ確か確ににに、はい、試験に出てくる問題と現場で実務的に扱う、はいええ ものとととはちょっっっ種類がやっぱりね違ってくるでなかなかこう実際の相続の手続きについて説明されてるものっていうのがやっぱり世の中には少ないのでうん、うん、まあその中心として、えー、勉強していただくために今作ったっていうのがまあこの資格の特徴でもあるんですけれども。確かに実際に依頼されるのってまあ銀行の手続き回りどうなんだとかまあ 当然不動産の知識も必要でしょうし、うね、税金の知識も多少は必要であるということですよね。これ資格を勉強してると、やっぱりあのもう自分の領域みたい。なので割とみんな、はい、あのあ<ー>決めちゃうんですけど、はい、実際もうよな津先生なんかもう,うたくさん相続業務依頼を受けて、はい、え。今。 何件ぐらいやられてきたんですか？今だいたい四千件ぐらい、ね。四千件。この仕事だけでまあ今二十年ぐらいですので、大体まあ年間二百件ぐらいですね。依頼相談っていうのを受けてきてます。その中でやはりまあ聞かれることっていうのは意外と共通してたりとか、うん、六法とかそういう法律の書籍には載ってるけれども実務では全然出てこないこととかっていうのが結構あるんですね。 ありますよねだからそこの実務の中で全然出てこないところばかりを例えば勉強したりとかできるようになったとしても、うん、実務としてやっていく中でお客さんが聞かれることがまずないと。なるほど、うん、ってなるとその勉強してた時間とか身につけた知識っていうのはあんまりこう開業したり試験を取った後には役に立たないのかなというふうにはなんとなくですけどね、えー、思いますね。 そうですよね、うん、まあ実際にまあ聞かれるそのまあ質問お客様に聞かれる質問に答えられるようにしなければいけませんし、はい、あの具体的に今回のこの相続手続きカウンセラーの,あのテキストの中身も私も見ましたけれども、はい、かなりあのもう細かいあこんなに手続きがいっぱいあるかっていうぐらいのものを、はい もうヨナズさんが直接えもう説明をしていただいているっていうことですよね。これ時間にして何時間ぐらいご説明いただいてます。大体た四時間ぐらい。四時間ですね。四時,時間結構ハードですねこれね、うん。なかなかハードですけれども、ええ、全部でねテキスト二百ページぐらいございます。ええ、そこの中でやっぱり手続きとして本当に必要な知識だけを五十個の手続きですね。うん、これだけを。 ピックアップして、本当は108種類っていう設備があるんですけれども、その中でも絶対に抑えとかなきゃならない、もしくはよくお客さんから聞かれる内容、それを50個に絞ってそこを説明をして、学んでもらうというなるほどふうな内容になってます。なるほど。はい。まあ実際にあの経験しなければわかないわからないこともきっとたくさんあるでしょうから、はい、まずはこうスタートしていただくにあたって。 ちょっと一番こうお客様からのご質問も多いであろうこの50の手続きに絞って説明いただいているということですね、はい、じゃあまさにこう相続実務をやる方には最初にこ,うこの資格を勉強していただくとそうで,す、ねですねね、具体的なイメージが湧きやすいということですかね。はい、で相続も発生前と発生後、うん、で発生前は対策として、まあ、いろんな。 資格というのがあるんですけれども実際に相続が発生した後、うん、どういうことをするかというそこの知識を身につける資格というのは、まあ、唯一この資格だけだと思ってるんですね。うん、なるほどでいろいろあのいろんな資格を調べたりとかしましたけれども、うん、今のところそういった同じような資格というのはありませんのでその相続が発生した後に特化した、えー、実務その知識を身につけたいという方は、まあ、ぜひねこちらの方を勉強していただきたいなというふうに思いますね、うん、なるほどですね。はい 確かに意外と相続って言ってもあのまあ生前の手続きの話が多かったりとかしますけどもあの実際の実務だと亡くなった後のこの死後の手続きっていうのは非常に重要でですすよねそうですね実務家の方としてもね、うん、あの一番仕事になるのはやはり生前の相談っていうのは正直言って仕事にあんまりなりにくいんですよね。で、でと一緒で 虫歯になるのが嫌だから予防しなきゃならないために歯医者行こうというのはわかるけどなかなか行かないうん、うん、でも歯が痛くなったらもう痛いから歯医者に必ず行くとうん、うん、相続も一緒で相続の準備対策いろいろしなきゃならないことは分かってるんだけどなかなかやらないうん、うん、でも相続が発生したらもう痛みというかねやらなきゃならないことがまはっきりしてますからそこの部分について えー、必ずその仕事の依頼が来るという大きなまあ違いが出てくるんじゃないかなとは思います。うん、なるほどですねではまさにあの、まあ、相続業務をこうメインでやろうというふうに決めている方は、うん、も,うもちろんその合格発表を待たずしてまずは、ね、あの勉強してみるというのは多分いいと思いますし。 あるいはもうどういう業務があるのかなっていう、まあ、手探り状態の方もいらっしゃると思うんですけれども具体的な実務をこうイメージしていただくという意味でも非常に多分いいものだと思いますのでまあ実務で出てくることしか逆にありませんので、えー、合格してからどういう仕事をしていくのかなというふうなそういったまあ不安とかそういったものを払拭するために見ていただくというような内容でも十分お役に立てるのかなというふうには思いいますはい、ありがとうございます。はい でこれあの講座を受けていただいて検定を取るためにはどういったことをされればいいんですかね、はいまあ、まずはレックさんのところでコールセンターで申し込みができますので、はい、そこで申し込んでいただくと、うん、えテキスト200ページのテキストと、うんえー、4時間の DVD がおうちに届きます。うんうん、でそこの中に 挟まれているレポート用紙ですね、まあ、50問の、えー、丸伐の問題がありますのでそれを解いていただいて教会の方に送っていただくと。はい、で合格をされると認定書をお送りするとなるほどというふうな形にもなっております。それともう一つ DVD の,の中でちょっとこれは特色としてやってるんですけれども実際の相続の相談の風景ですねこれはロープレイング形式で、えー、お客さん役と相談役と、はい、というふうな形で本当にやってる その風景ですね、っていうのを直に感じていただこうというふうに思って、その内容も収録してますので。うん、実務の的にはこういうふうな相談があって、こういうふうに答えるんだ。こういうふうに受け答えをするんだっていう,ようなところへんも、ぜひ見ていただけたら、嬉しいなというふうに思います。実際、この検定の中身知らない程度、私も質問してますけど、ロールプレイング、はい、私もあのお客さん役で出てくるので。そうですね。はい。はい、あの、私も、ちょっと、あのビデオ、ビデオの中では。 あちょっと出てきますので、はい、よろしくお願いします。はい、はい、というところですね、じゃあ、あのオンラインショップの方からお申し込みいただけますので、こちらでお申し込みいただきまして、であとはやっぱり実務やり始めてから、また我々とこう、うん、会う機会とか、いろいろ各地であの講演会とかもあるので、でねはい、ぜひぜひちょっとお会いして、でまたなんかいろんなご相談とかいただければなというふうに思っております。はい、はい ではまたな何かしらどこかでお会いできる機会を楽しみにしておりますので楽しみにしておりますよろしくお願いしますよろしくお願いしますありがとうございました